ちょっと先の未来も想像しながらね、僕のチャンネルを楽しめるんじゃないかなと思うんですよね。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ、僕ですね、とりあえず目標にしておりましたですね、 YouTube のチャンネル登録者1000人をですね、達成しました。3日前にその報告動画を出しまして、昨日その前とですね、これまでのことをお話ししてきました。で、今日と明日でですね、これからのことをね、ちょっとね、お話ししていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、行くぞ。とりあえずですね、僕が見てるとこ、目指してるとこなんですけども、これはですね、チャンネル登録者10万人ですね。今年のね、お正月にこれは一回動画上でもね、声出して言ってます。今年の元旦の時点でチャンネル登録者が234人だったんで、その時点からの10万人ってもうとんでもないし、まあ、今も1000人達成しましたけども、こっからの10万なんてとんでもないんですよ。ただやっぱね、見てるしね、そこね、目指してますね。やっぱ YouTube 始めた方とかですね、あの1000人超えた方とか、収益化した方とか、やっぱね、目指してると思うんですよね。銀の盾ですか、再生ボタンが、あれが欲しいんですよね。はい、でまあ、とりあえず分かりやすい数字で言うとね、まずまあ0の状態から始まって、で100、1000、万、10万っていうね、そういった数字がね、分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、今1000は超えたんで、次はまあ1万を確実に捉えてね、そこは突破していこうと思って進んでると。で、どのぐらいかかるんだろうっていうのを一応過去振り返って未来とちょっとね、考えてみようと思うんですけど、僕のチャンネルは100人達成するのに57日かかりました。単純計算すると、じゃあね、この10倍でね、1000人行くのには、570日って思うじゃないですか。1年半もかかるのかなと思うんですけども、実際は408日ですね。まあ1年とちょっと、1ヶ月ちょっとかな。じゃあ次は1万人ですよ。これね、1000人行くのに408日かかったってことは、かける10倍すると4080日。それって大体ですね、11年ぐらいかかる計算なんですよ。始めてから11年ってことは、あと10年ですね。あと10年続ければ確実に僕1万人を超えると思ってます。なんですけど、これで僕ね、1年続けてきた経験上からですね、そんなにかからないと思ってるんですよね。で、これ次にですね、こう別の数字でね、具体的にこう楽しめるのが、今の倍ですね、2000人ですね。これぜひですね、この僕のチャンネルご覧になっている方も一緒に楽しんでほしいんですけども、1000人行くのに408日、今1年と1ヶ月ちょっとかかったと。もう1年すれば2000人行くのか、もっともっとですね、こう早いペースで2000人達成してしまうのか、もしくはもううんともすんともいかなくなってね、もう全く伸び悩んで頭打ちしてしまうのか、ちょっと先の未来も想像しながらね、僕のチャンネルを楽しめるんじゃないかなと思うんですよね。少なくともですね、僕はそれも楽しんでるんで、ぜひですね、こう共感できる人いらっしゃればですね、まあ、一緒に楽しんでもらえればなと思ってますと。100を10倍の1000にすることはできたんで、これね、1000の10倍の1万もこれね、やっぱできるとは思ってるんですよね。それができたらですよ、本当ね、いよいよこう1万を10倍の10万に、これもね、できるってやっぱね、自信がどんどん湧いてくると思ってるんで、まあでも見ててもね、もうガチガチの芸能人、有名人がやってるチャンネルも10万人とか行ってないチャンネルいっぱいあるんで、でもこう、ね、そこにこう挑もうとしてる自分のことはやっぱね、嫌いじゃないですね、はい、というわけでね、今日の動画では、これからのことですね、一回も気持ちリセットしてます。で、またですね、ゼロからのスタートぐらいの気持ちでやってますと。さあ、果たして今の10倍1万人どれぐらいかかるのかっていうのをね、見ものだなと、楽しんでもらえればなっていうのと、まあそのね、足がかりとして、とりあえず今の倍ですね、2000人までね、ほんとこれね、どれぐらいかかったらね、行くのかなっていうのをね、楽しんでもらえればなと思ってます。明日はそこにまあ向かっていくためのですね、僕のこう行動面とかですね、こう具体的にこう見てる数字があるんですよ、鮮明になってるんですけど、そこをね、お話ししていこうと思います。よかったら明日の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、ではね、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。